こんにちは、さとひろです。こんにちは。ということで今日も京都で車の中からなんですけれども、最近ドライブ系 YouTuber すぎじゃない？君がねということで今回はなんですけれども、最近さ嫌なことあったじゃん、ゆいさん。ないよ別に。落ち込むことあったじゃない。ないよ別に。まあ2人揃ってね、ちょっとね良くないことがあったんですよね。まあそれは全然動画とね関係ない話なので、別にここで言うことはないんですけれども、まあちょっと良くないことがあって落ち込んだんですよね。落ち込んだ？ひろくん落ち込んだ。だって牛しよう。それは違う、運転中だし俺ね。だからね、ちょっとね2人の思い出のラーメンを食べに行こうと。2人が出会った一人暮らしをしてた時のお家のねすぐ近くにあったラーメン屋さん、夜食べて次の日の昼にも食べに行った伝説のラーメン屋さん。バカだよねそれほどうまいってことだよ。そう、それほどうまいんですけど、今日はそこにね、まあちょっと初心忘るべからずじゃないですけど、里ゆいの原点回帰ということで。だって言ってたじゃん、ほら群馬帰った時になんかゆいの聖地巡礼したいみたいな。あの家での思い出かあれだな、やっぱり虫歯気絶事件じゃないあれはやばかったよね。どっちだっけ？右。こっち？うん、右の前歯から2個か3個ぐらい右の歯。だって今ないもん、ここの歯。え、そうなの？そう、普通にさパッて見たらさ見えるけどさ、その見えてるのはセラミックみたいな、なんかこう作られた歯で。ああ、抜いた？そう。抜いたっていうか、なんかその残ってるんだけど、なんかその残ってる歯が棒みたいになってる。で棒みたいになってて、その周りに新しい歯をかぶせてセラミックじゃんそれ。今の歯ができてるから分かんないでしょ。あっ、Pさんはなんか思い出ないんですか？千歳烏山でのねゲロ入って人生初のゲロ。プチコが家の口の中に指つけて。そうじゃん、懐かしいじゃん。なんであの時あんな飲んだの？いや、あんまお酒飲んだことないから、ポチコなら飲ませてくる。どういうこと？飲ませて欲しかったの、うん、よくあの時にさ、ウイスキー大量に飲んでゲロまで吐いたのにウイスキーダメにならなかったの？いや、あれだよ、角瓶が嫌いなのに。角瓶はその時に飲んだでしょ。うん、サントリーの角杯のやつね。そうそうそう、あれは好きじゃない。あれはだから思い出しちゃう。でもトリスが一番うまい。あれは美味しくないわけじゃないですよ皆さん。サントリーの角杯ボールは美味しいんだけど、トラウマが蘇るってだけの話。出されたら全然飲む。うん、なんかさ、一回すごい嫌な経験なかった？家じゃないけどさ、みずほ銀行でお金を下ろしてる時にさ、視聴者がそれを見てたっぽくて、でなんか ATM でお金を下ろす時に全部埋まってたんよね。全部埋まってて、そう、優先 ATM だけ空いてたので、後ろに並んでる人もいないし、自分たち以外誰もその店内にいなかったから、まあ優先空いてるし優先 ATM でお金を下ろすかってお金を下ろしてたら、それを後ろから来た視聴者に見られたっぽくて、誰も待ってなかったのに、なんかベビーカーの人待ってたのに優先 ATM 使うなんて常識外れなんじゃないですかみたいなコメントされたことあったよね。あ、そうなの？ベビーカーの人待ってるって言われた。言われた。誰も待ってなかったよその時。うん。誰も待ってなかった。いたら使わねえから。そう。だからそのどこで見られてたかもわかんないっていうのが。だってさ、優先席だってさ、その具合悪い人とかそういう必要としてる人がいなければ座っていいわけでしょ。まあ座っていいっていう気もあるだろうし、元から座ってたら。まあ俺ら優先席。別にそのさ、ベビーカーの人がもし本当にいたとして、その人に文句言われるならまだわかるよ。ああ、すいません、じゃあ使っていいですよどうぞって言われるならわかるけどさ、それを見てた全然関係ないやつに文句言われる筋合いはねえよな。実際さ、住んでる最寄りの家がバレたとしてもさ、家バレなきゃよくねって思っちゃう。でもさ、そこで張られててさ、尾行とかされたらどうするの？ああ、確かに。それはでも警察だよそれ。だってストーカーじゃん。まあでもさ、ストーカーだなんだって騒いでも家がバレてしまうという事実が良くない。その人が例えばストーカーで罪になって捕まったとしても、俺らの家をもう知られているという事実はどうあがいても覆せないわけよ。引っ越しはいいね。引っ越せねえだろ、マイホームなんだからてかわざわざ車で1時間かけてラーメン食いに行くのバカすぎるよね。劣化かくれないどっちかにしろ。本当にね、皆さんも四川麺匠後期っていうお店にね行ってほしい。今まで食った中で一番うまい。今まで食った担々麺って一番うまいよね。一時期さ、俺らさ、その後期の担々麺が好きすぎてさ、千歳烏山から引っ越した後しばらく担々麺屋巡りしてたよね。似てる味を追い求めて。いやでもね、似てねえ。だ、やっぱあそこはもう唯一無二なんだよね。担々麺はでも果たしてラーメンなのかってところはあるけど。ラーメンなんじゃないの？ラーメンなのかな。別のジャンルなんじゃない？担々麺とラーメン。つけ麺みたいな感じよね。つけ麺はラーメン？いやラーメンじゃないあれ。じゃあそう。でもラーメンって何？そもそもの定義が。あとこの前なんかそのさ、なんだっけ、カップルでお家の中食べ放題みたいなやって全然食えなかった企画あるじゃん。あの時に俺がタイトルにカップルってつけたんよ。そしたらもう夫婦なんじゃないですかってめっちゃ指摘されたの。コメント欄でカップルっていうのを Google で調べてみたらわかるよ。カップルはそう男女一組のことを指すから、別に夫婦でもカップルだし、付き合ってなくてもカップルと呼ぶことはできるらしい。そうなの？だって男女一組だから、夫婦よりカップルの方が検索される率が高いから。夫婦って英語でだって言うじゃん。カポじゃなかったっけ？カポ。腹減ったよな。もう間もなくだよ。やっと見覚えのあるところまで来てるんじゃない？ゆいさんからしてみたら、いやー着いたよ。もうってこれで行ってしまってたらマジショックだな。だって聞いたじゃん。わざわざ電話した。4時までやってますって言われたから大丈夫だと思うけど、なんかあんま懐かしくないね。なんだろうねこの気分。群馬県の方が懐かしかった。まあ群馬は多分それはまあ懐かしいやろうな。でもここもだって4年間住んでたわけでしょ。あんま懐かしくないよね。まあ俺は住んでなかったからあれだけど。えい、着いたー。行きますか。じゃあラーメン食べに行ってきたいと思いまーす。ごちそうさまでした。どうでしたか？うますぎ。うますぎだわ。いやでもスープすすった瞬間にうんってやってたもんね。難しいね。変わらないね。変わらないね。千歳屋もまだあるね。あ、ゆいとひろくんが初めてご飯。初めて一緒にご飯を食べたラーメン屋。ね、はい、ということで帰ってきましたー。助かった。3分の1ぐらい帰ってきたぐらいのところで、僕の眠気が限界に達してしまいまして、そこからね、妻が運転してくれました。ありがとうございます。どうでした？久々の思い出の味は。美味しかったです。やっぱ味ってなんかいろいろ思い返すね。いいね。いいね、なんかね。あんた元気でいいね。いや、眠いよ。もう超元気出た。ね？また行こうね。なんかない。